皆さんこんにちは。今回は新宿ラーメンの紹介です。紹介するお店は前回の池袋編に続き、今回もグルメサイト食べログの2022年7月時点の上位10のお店となっており、実際に食べに行った映像とともに紹介します。ちなみに1位はラーメン好きなら外せないあのお店なので、ぜひ最後までご視聴ください。では早速行きましょう。一つ目は製麺ラボです。こちらは最寄り駅が新宿駅ではなく西新宿5丁目駅ですが、食べログ評価でも高い数値となっています。料金は中華そばが750円と手頃な価格となっています。お店の名前の割に店内は年季が入っており、少し不安でしたが、ラーメンの味は間違いない味でした。大きめのチャーシューにメンマ、ネギが入っており、細麺の中華そばでスープも飲みやすくシンプルですが美味しかったです。サクッと美味しいラーメンを食べたい時におすすめです。続いては煮干し中華そばすずらんです。場所は新宿駅から徒歩10分ほどで伊勢丹の奥にあります。料金は煮干しラーメンが800円。こちらはあっさり系というよりは濃厚なタイプのラーメンですが、意外とスープも飲みやすくて美味しいです。また数量限定のアジを使用したラーメンやつけ麺もあり、通常の煮干しラーメン以外も人気のお店となっています。次はラーメン万来です。場所は新宿駅西口を出て小田急百貨店の裏にあります。料金は通常のラーメンが950円、チャーシューザルというつけ麺が1350円です。特徴は何といってもこのボリューム。僕はチャーシューザルを注文したのですが、今まで食べたラーメンの中で一番量が多かったと思います。とはいえ意外と食べやすく、大食いではない僕でも食べきることができました。なのでつけ麺をお腹いっぱい食べたいという方におすすめです。ちなみに近くにある姉妹店のこの堀内というお店も人気のラーメン屋です。次は焼きあご塩ラーメン高橋です。場所は新宿駅から徒歩8分ほどで西武新宿線の近くです。料金は焼きあご塩ラーメンが850円。焼きあごとはトビウオを焼いて干したもので、旨味たっぷりのスープがまず美味しいです。加えて2種類のチャーシュー、野菜、メンマなどもあり、飽きずに楽しむことができます。今回紹介する中で個人的にとても好きなお店で、もっと高い評価でもいいぐらい美味しかったです。ちなみにこちらは新宿本店ですが、歌舞伎町にもお店があるようです。続いてはラーメン林田です。場所は新宿駅東口を出てビックロの裏手にあります。料金は醤油ラーメンが800円。池袋編でも紹介したお店で、その本店になります。醤油ラーメンといえばこのお店というぐらい人気のお店で、キラキラしたスープが食欲をそそります。本店ということで池袋のお店よりさらに美味しく感じ、あっさり系のラーメンが好きな方には特におすすめです。次は麺屋海人です。ここは新宿駅東南口を出てすぐというとてもアクセスの良いお店です。料金は塩ラーメンが880円。お店の名前の通り海鮮系のラーメンで、その時々に応じた魚のアラを炊き出してスープを作っており、毎日使用するアラが変わります。この日は壁に書かれている通り、マダイ、アナゴ、ヒラマサ、ブリのアラでした。相性ぴったりの細麺に加えてエビと鶏の2種類のつみれが美味しく、
年齢性別問わず人気のラーメン屋でした。次は麺屋ショーです。場所は新宿駅西口を出て徒歩10分ほど。料金はシャモ塩ラーメンが1000円となっています。今回の上位4のお店はすべて食べログの100名店に選ばれており、このお店は鶏にこだわったラーメンが特徴です。鶏の旨味たっぷりのスープに加えてこだわりのチャーシューがとても美味しいです。通常の塩ラーメンだとチャーシューが2枚ですが、特製塩ラーメンにすると料金は上がりますが、チャーシューが4枚になるのでそちらもおすすめです。ここからトップ3です。3位はつけ麺五の神製作所です。場所は新宿駅東口を出て高島屋の近くにあります。料金はエビつけ麺が950円。特徴はエビのつけ麺ということで、エビ風味のつけ汁が麺によく絡み、香りも味も間違いなしです。またエビトマトつけ麺というメニューもあり、イタリアンのようにつけ麺を楽しむこともできます。女性のお客様も多く、男女問わず楽しめるラーメンでした。続いて2位は風雲寺。ここもつけ麺のお店ですね。場所は新宿駅西口を出て徒歩7分ほど。カウンターの後ろに背後霊のようにずらっと列ができるほど人気のお店です。料金はつけ麺が900円。味はシンプルな濃厚魚介のつけ麺ですが、つけ汁の濃さ、麺とつけ汁の絡みやすさなど、とてもバランスの良いつけ麺で万人受けする味だと感じました。つけ麺好きならぜひ行ってほしいお店です。そして堂々の1位はラーメン屋しまです。食べログ評価が東京で1位、全国で2位と、ラーメン好きなら皆さんご存知の超人気店ですね。場所は西新宿5丁目駅から徒歩7分ほど。このお店は人気のあまり平日しか営業していません。加えて貴重制ということで、このように順番に名前を書く必要があり、書ききれなければその時点で完売となってしまいます。実際私が11時過ぎに行った際はこのようにすでに完売となっていました。その後私は9時半に行くことで11時半頃に入店できましたので、タイミングによりますが10時前に行くことをお勧めします。また先日すする TV の紹介で指原莉乃さんが来ており、店内にはサインが書かれていました。ラーメンは醤油ラーメン、塩ラーメン、つけ麺とあり、通常の醤油か塩ラーメンなら1100円、特製にグレードアップすると1500円となります。僕は特製醤油ラーメンと炙り焼き豚ご飯を注文しました。肝心のラーメンの味は結論めちゃくちゃ美味しいです。あっさり系の醤油ラーメンですが、旨味というかパンチがすごいです。麺もスルスル入ってくる感じで、具は味玉、チャーシュー、ワンタンとあり、チャーシューが特に美味しかったです。焼き豚ご飯も間違いない美味しさで大満足でした。これは有給を使ってでも食べに来る価値ありです。ぜひ一度皆さんも食べに行ってみてください。新宿ラーメンの紹介は以上となります。他にも皆さんのおすすめのお店があれば、ぜひコメント欄で教えてください。また他にも面白い動画を上げていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。